はい、ですね、今日お話ししたいことはですね、お仕事について、まあお仕事というかお金に関してって感じですよね。っていうのはですね、なんかこう、まあ多くの人が結構学校のことを絶対視しすぎてるんですよね。例えば学校って休んじゃいけないと思うじゃないですか。でこれはもう私の価値観なんですけど、私の場合はもう子供ガンガン学校休ませてでもなんかどこどこ行こうぜみたいに連れ回したい人なんですよね。例えばね、アメリカでこの間はドナルドさんがドナルド・トランプさんが大統領になったけれども、そのドナルド・トランプが話題に上がってる時にはその大統領選挙に合わせて向こうに行こうぜみたいな、現地でそのドナルド・トランプと、ね、ヒラリー・クリントンのやり取りをこう、ね、盛り上がってる選挙で盛り上がってるアメリカをもうこの目で見てこようぜみたいな。でそのためには平日学校休まないとアメリカ行けないわけですよね。でそういう時に多くの人はでも学校休ませてまでそういったところに行ったりとか、それこそね、オリンピックを現地に見に行ったり、サッカーの決勝を見に行ったりとか、まあそのね、海外に行ったり、国内の旅行でも何でもいいんですけど、何か行きたい時に子供を学校休ませてでも行かせるっていう発想の人ってそんな多くないですよね。私はそれがすごく不思議で、なんでそこまで学校を一生懸命こう行くことにこだわるんだろうっていう。でそもそもじゃあ学校になんで、学校とか成績とか勉強なんでそこまで大事に考えてるんでしょう皆さんは。でその時に多分就職とかのことを考えてるんですよね。多分将来的に学校をいいところに行ってなるべくいい仕事に就くみたいな。でも例えばじゃあこの先どんな社会になっていくかっていうのをざっくり考えていくと、まず私たちはもう100年以上生きられる時代になってきてますよね。で一つはもう医療の技術が発達してきて病気のリスクが減ると、まあ、もしかしたらがんももしかしたらその根治するような、時代になっていくかもしれないですけど、その病気で亡くなるリスクが格段に減るっていうのが一つと、あとは自動車の自動運転車が出るみたいにその死亡事故にこう巻き込まれるリスクっていうのも減っていくと。でそうするとまず死ぬことがなくなっていくんで、どん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 長生きできるようになりますと。で今ちょうど生まれてくる子どもたち、これから生まれてくる子どもたちっていうのは実はもう100歳以上生きるのがもう当たり前になっていくって言われてるんですね。じゃあそれだけ長く生きるんだったら働いていかないと給料入らないじゃないですか。だから働かないといけないよねってなるんだけれど、でも実はもう一つの波が来てますよね。 AI とかロボットですよ。そういうのが来ると今度は仕事をしていくことが難しくなってきますよね。 AI やロボットに代替可能な仕事ってどんどんなくなりますよって言われてるので、要するに仕事を続けていきにくくなる状況になる。仕事が続けにくくなる状況にあり、かつ長生きできてしまうので、ますますこうなんだろう、お金に対する不安を上昇されてしまう。でお金に関することっていうのは就職感、仕事感とつながってくるので、まあそのことを考えたら将来食いっぱぐれないようにちゃんと勉強させて成績良くさせて、まあ就職にあぶれないようにさせようと思ってらっしゃるんだと思うんですけど、それって正しい考え方なのかなっていうね。例えば学校で頑張って成績、勉強頑張って成績伸ばして、それが最終的にいい場所に就職できるための手段かっていう話ですよ。でもちろん皆さんはもうレールに乗っかっちゃってるんで、小中高大と続くそのレールの上から降りるのって結構怖いと思うんですよ。私も最初怖かったです。今降りてしまったけども、降りてしまっても平気なんですよ。平気だし、そのレール一本から降りた時に見える景色の方が実は無限なんですよ。たくさん本当は生きるための選択肢があるんだけれど、多くの人は縛られちゃうんですよ、学校に。で漠然と縛られてるんですよ。特に理由が、明確な理由があるわけじゃないけど、みんなと一緒じゃないと不安だから、みんなと一緒じゃないと心配だから。でも格差ってどういうふうになってました？経済格差にしても教育格差にしても、一部の人間とその他大勢っていう格差ですよね。ね、半々に分かれて、まあ、1対1ぐらいの割合で格差が生まれてるわけじゃなくて、もう金持ってる人たちは相当金持ち、超超富豪みたいな、ね、世界の 1% の人が世界の金の
半分を持ってるみたいな感じでしたよね、確か。それぐらい一部とその他大勢の格差ですよね。じゃあこの一部とその他大勢の人たちが同じ発想だったかっていうと絶対違うんですよ。この人たちとこのその他大勢の人たちと違うことをしたから一部になれたわけじゃないですか。教育格差もそうですよね。みんなと同じような発想で勉強してたら抜きんでるわけないんですよ。もちろん生まれた時からその脳がすごくこう発達して生まれてね、アインシュタインみたいに脳がでっかかったですみたいないるかもしれないですよ。その医学的にも生物学的にも優れて生まれてくる人はいるかもしれないけれど、少なくとも後天的に何かを成し遂げた人たち、トップに立つ人たちっていうのは同じようなことしてないんですよね。その人独自の何かこう成功要因っていうのを自分で見つけて掴み取ったからこその成功なわけですよ。じゃあですよ、今の発想で皆さんが学校にしがみついて一生懸命勉強させて、そこに多額のお金を投資して塾に行かせたりなんだりってやってることの本当の目的は一体何なんだろうと、なんでそこまでして一生懸命やってるんだろうってことをちょっと立ち止まって考えていただくと、多分あれってなってくると思います。だってもしそういうふうに考えるんだったら、学校の勉強なんかしてないでお金の稼ぎ方を勉強した方が早いんですよ。だってお金の心配が理由で勉強させるんだったら、英数国社リーの勉強させるよりもお金の作り方を学ばせた方が絶対いいですよね。それを、先日セミナーに行ったロバート清崎さん、金持ち父さん貧乏父さんで有名になった方ですけど、ロバート清崎さんとか他のリチャード・タンさんとかペンジュンさんとか、そこで登壇された皆さんはどういうふうにしたかっていうと、自分のお金の稼ぎ方を作ったんですよ。でもう何もしなくてもお金が勝手に入ってくるっていう仕組みを作ったりとかしてて、お金持ちになったと。でそうするとそういう知識持ってたらもうあとは遊んで暮らせるわけですよね。何の心配もない。働きたければ働けばいいし、働きたくなければ遊んでればいいと。でも今学校にしがみついてる方の多くは多分発想が真逆なんですよね。頑張って仕事見つけて入れないとお金がもらえなくなるっていう発想しかないと思うんですよ。違いますよね。そしてなおかつ英数国社理の知識を一生懸命頭に詰め込んだところでお金の稼ぎ方は分かりませんと。だったらお金の作り方を学校で教えた方がね、いいじゃないですか。でそしたらベーシックインカムの問題も多分解決するんですよね。働かなくてももらえるっていう給料のことをベーシックインカムっていうことを言うんですけど、その構想がすごい今取り出されてるんですよね。でもそもそも自分自身でお金を作れるような教育を学校でやってくれたら、あとは余裕持ってみんな多分探せるんですよ、夢を。で夢とか目標とか自由に探せるようになったら勝手に勉強するようになるんですよ。勉強っていうか学びですよね。勉強と学びは全然本質が違うのであれですけど、学校でやらされてる勉強なんていうのはいつか役立つかもしれないけど役立たないことの方が多いんですよ。ね、もう大人になったら使わない知識ばっかりじゃないですか。で知ってたら知ってた方がいいかもしれないけど、今それを知る必要があるかって言われたらそうでもないし、子供たちはそんなこと思ってもないですよね。勉強したくないんですよ、基本はね。でも大人たちは勉強させようとするじゃないですか。学校の先生たちも含め親御さんも含め。じゃあ一体子供たちにとって今必要じゃない知識をそれだけ強制的に学ばせる本当の目的って何？学校に行かせるため、いい学校に行かせるため、進学のことを考える。じゃあ進学のことを考えてるけど進学の目的は何？それは就職ですよね。そしたら結局就職の先にあるのは給料だったりするわけじゃないですか。本当にもし明確な目的があって、ちゃんと自分は何々になりたい、お医者さんになりたい、弁護士になりたいとか、そういうふうに決まってて、それに向かって努力することを否定はしませんけども、今現時点で何か早く決めて、なりたいものを早く決めて、それに向かって努力するんだったら早く始めないとねっていう、なんかこうちょっと発想的に逆になっちゃったらおかしいですよね。そもそも今の子供たちが大人になる頃には多分今ある仕事とかはほとんどなくなってるはずなんですよ。 65% がなくなるって言われてるぐらいですから、そうすると今ない仕事が新たに生まれてきてる可能性が高いんですよね。でそうするとわざわざ今の時点でまだ社会のこと何も知らない子供たちが夢を描けるわけがない。なのに夢を持て目標を持てで、ね、目標もなく夢もないんだったら頑張れるはずがないのに、そこに例えばやる気を引き出すとかね、なんかやる気にさせるためにはみたいな、そんな無理なわけじゃないですか。そもそも無理ですよね。でも大人たちの基本は
勉強を頑張ってもらうにはどうするかしか考えてないわけです。そこが全ての問題の根幹にある。でその発想を捨てないと本当に子どもたちと大人たちの間のギャップは埋まらないし、本当にその勉強に対して潰されていく子どもたちの可能性の方が大きいと思う。でそれがすごく私は懸念していることで、だからまあお金の作り方を今私は一生懸命勉強してるんですね。要するにお金を作れるようになったらそれが多分もう全てなんですよ。でもちろんお金そのものも価値観どんどん変わっていきます。もう現時点で仮想通貨っていうのも出てきてるぐらいですから、多分その今配られている紙幣、あの紙のお金とかメダルのお金っていうのはどんどんなくなっていって全部電子決済になっていくんだと思うんですけど、なんかそういうふうにお金っていうものの価値観そのものも変わっていくし、お金の価値観が変わっていくってことは仕事の価値観も変わっていくし、で長生きする中でまあその地球の、あの気候変動だったりとか、まあいろんな技術の進歩、 AI ロボットのまあ採用とかがあって、その目の前の現実そのものが変わっていく。でそういった目まぐるしい変化の中でも自分のなんだろう人生を貫いていける、その技術を今子どもたちは学ばないといけないはずなんですよ。その大事なことを学ばないといけないはずの時期に英数国社アリーナっていう将来使うか使わないかよくわからない知識を詰め込ませてるわけですよね。例えば歴史とかもそうですよ。歴史なんていうのはあれは正しい歴史を教えられてるわけじゃないじゃないですか。あれは教えていい歴史を教えてるだけだし、あのそんな新しい資料とかが見つかったら変わってしまうものなんですよね。今現時点で分かってる知識を私たちは身にあの教え込まされてるけど、それが本当の真実かどうか分からないわけですよ。でもっと言うと、その教科書に書いていないその他の知識がないと実は歴史全体を理解したことにもならないわけですよね。だから歴史が楽しくて学んでる人はいいんですけど、勉強が嫌いでやらされてるだけの子っていうのは実は社会を今歴史を学ぶ必要がなかったりする。英語もそうですけど、英語も何年も勉強しても英語が喋れない、それをなんかこうね、一時問題みたいな、なんでなんでみたいなこと言われてましたけど、当たり前なんですよね。それはだって読み書きの勉強しても話せる勉強してないわけだから、読み書きの勉強何年したって喋れないのは当たり前なのに、何年も勉強してるのに日本人は喋れないみたいな、でそれで焦るわけじゃないですか。だからなんかそういうその本当のことをあんまりこう深く考えもせずに表面的な部分でなんかちょっとこう子供たちを振り回している部分があるっていう、この現状を私はどうしても変えていきたいっていうのがあるので、ぜひあのね、あの今日もちょっとごちゃごちゃ言いましたけども、この動画がちょっと考えるきっかけになってもらえたらなと思います。大人は多分子供たちにいろいろ求めすぎてます。その求めすぎてる気持ちをちょっとブレーキかけてあげて、子供たちの話をもっと聞いた方が楽しいと思うんですよね。そしたら子供たちのことが分かれば私たちもできることが見えてくる。で私たちよりも子供たち、例えば私は今34歳ですけど、生まれたばかりの子、息子はまだ1歳です。でその33年の差があるわけですよ。そしてその33年分私は彼よりも息子よりも時代が遅れてるんですよね。旧時代に生きてる感覚です。なので絶対に自分の方がその子に対して、その息子に対して教えられることが正しいわけがないんですよ。生きてる社会が違うので、世界が違うので、そしてこれから起こることも違いますし、私が見えているものが全てでもないし、今目の前にないものがどん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 息子の社会に、世界にはこう入ってくるわけですよね。そういう私にすら息子にすら誰にも見えていないこのこれからやってくる未来や変化に対しての対応力をつけることが本当は大事であって、勉強なんか実はどうでもいいんですよね。それが必要な人にはあのやってもらってもいいけど、それを今必要としてない子どもたちに押し付けるほど大事なことではないっていうことをぜひあのこの動画をきっかけに考えていただけたらと思います。あの今大人たちが子どもに対してすることは本当は何なのかっていうことを一緒に考えていけたら、まあ、私はちょっと嬉しいなと思います。